はい、じゃあ続いて、じゃあ歴代の 3DS、ん?じゃない、歴代の DS と比べていってみましょう。今、うちにある DS シリーズ、ちょっと全部集めてみました。こちらが、今家にあるすべて。ちょっと画面に収まりきらないな。はい、今あるやつと並べていきましょう。こんな感じですかね。ちょっと画角が狭いからこれぐらいになっちゃったけど。こんな感じです。初代 3DS、あ、初代 DS ですね。初代 DS。これから始まりましたから、DS シリーズ。で、DS ライト。こちらが DSi。で、3DS。で、New 3DS LL。ということですね。こういう感じになっております。で、この2台は、DS、初代 DS と DS ライトは、ゲームボーイアドバンススロットがついてます。で、DSi、3DS、まあ、もちろん New 3DS LL も、このゲームボーイアドバンススロットがついていないという変更がありますね。で、今までの歴代 DS はすべて上側にカードスロットがついていたというところですが、New 3DS LL からは下にスロットがつくようになりました。はい、画角が狭いんで申し訳ないですけども、とりあえず全部並べてみました。旧 DS とかね、こんな感じですよ。ね、無駄な部分が多く感じますよね、こうやって見ると。今これだって液晶の、なんですか、ベゼルっていうんですか、こういうところで見ても結構分厚いですよね、これ。で、折りたたむと結構分厚い。でもう、期間が経ちすぎてもちょっと黄ばんできてるっていうね、ホワイトが。この頃は電源がここにありました。そうですね。電源ここでしたね。これね、結構、液晶が、なんていうんですかね、暗い感じなんです。ちょっと暗め。まあ、ちょっと見づらいっちゃ見づらいんですけど。まあ、でも別に、そんなに、まあ、今の明るい液晶に慣れちゃってると、ちょっと見づらいかもしれないですけど。で、この、ゲームボーイアドバンススロットでね、ゲームボーイアドバンスのソフトが遊べるということもあり、まあ、僕は非常にこれ重宝してよくやってましたね。これ途中から挿した場合これできないですよね。途中から挿すとゲームボーイアドバンスのソフトできなかったりするんですけども、起動し直してね、起動もなんか逆に 3DS よりも早いような気がしますね。これでね、ゲームボーイアドバンスのソフトもできると。あ、そっか、音切ってんだ。ほら、こんな感じで。普通にね、遊べますよ。ゲームボーイアドバンスとしても。いいですね、これ。まあ、こうやってね、動画で見ると結構明るく見えますけど、これを肉眼で見ると結構暗く感じるかもしれないですね。まあ、そんな初代 DS があって、で、DS ライトですね。小さくなったんです、これが。小さくなって、何が変わったかっていうと、電源ボタンが、ここにあった電源ボタンがこのスライド式に変わったというのと、タッチペン収納位置がここに変わった。前はここでした。前はここでしたね。変わったというのと、あとゲームボーイアドバンススロットがこういう感じで、今何も刺さってない状態はこういう感じで、これを刺すとなると、これ刺しますね。刺しますと、ちょっと出っ張るんですよ。ここ出っ張る。
これまず不格好な感じなんですよね。僕は DS ライトと DS 初代 DS と DS ライトどっちが好きかって言われるとやっぱ初代が好きですね。ただ発色に関してはすごく綺麗、まあライトっていう名前もあり明るく綺麗なんですね。こっちになった、下画面で設定してましたね。音量小さい、はい、こんな感じですね。あ、そんな変わらないか、うん、はい、まあ、これが 3DS、 あ、じゃあ全然違う DS ライトですね。これを持ってました。これ中古品なんですけどね、中古品なんですけどこれ買えました。でここでね DSi です。 DSi になるとここが電源ボタンで、スイッチ、じゃない、ボリュームがこのスイッチ式になってるんですよね。今まではスライド式です。こういうスライド式だったのが、まあスイッチ式に変わったと。ボタンを押し込むと音量が変えられるというスタイルに変わったぐらいですかね。で今回から SD カードが追加され出して、で DSi の i と言われるゆえんマイクじゃない、マイクじゃない、カメラ今ちょっと僕今カメラの画面を見てたんじゃなくてマイク見てたんで、今ちょっとマイクを見ながらちょっと喋ってたんで、カメラがつくようになりました。でしかもインカメラもついてて、インカメラこのヒンジ部分に隠されているという感じですね。でマイク端子、マイクがここについてる。じゃあちょっとつけましょうか。電源をつけるとこんな感じですね。まあ、これはあくまで DS シリーズの一つ、一環なので、まあソフトもね、DS ソフトが使える。で、あとダウンロードソフトもできるんですね。まあ、ここら辺をダウンロードしたゲームです。うん。で、カメラで撮った写真がね、これ明太子パスタかね、なんか撮った時。カメラも結構、まあ30倍ですけどね。こんな感じで撮影してますよ。だいたいこんな感じで撮影してますけどね。これだからインカメラ、アウトカメラね。こんな感じで、外カメラでね。30番画素っていうね。まあ、ちょっと画質はあんま良くないけど、でもこうやってね子供のおもちゃとしてカメラがついてるっていうのは楽しいですよね。なのでね、もうなんか料理の写真とか撮っちゃいまして、まあ、発色は良さげですね。ライトよりももうちょっと明るくなった感じはします。で音量もこのボタン式になったんで、まあ、細かくは設定できないですけども、まあ悪くはないかなと思います。でそういえば旧型の DS シリーズっていうのは全部充電の端子が違うんですよね。これはゲームボーイ SP とかでも使える用の端子で、これがDS ライト専用の端子ね。これどこにも混じり合わないやつ、これ DS ライトにしか使えない端子で、 DSi の端子は実はこちらの 3DS と一緒の端子です。形はなので DSi の充電器を持っていれば 3DS もできるし、このニュー 3DS LL もで充電できるというね、まあ、非常に潰しの効く DSi なんですよね。だから僕も一番 DS シリーズで好きなのはこれかな、 DSi ですね。さあ、まあ、こんな感じで旧 DS が DS をね説明しましたけど、じゃあ 3DS、まあ、これ前回ねやったんで、まあ軽くだけ電源だけつけましょうか。
やっぱね、電源つけてから起動が遅いんですよね、多少。うん。それこそスマブラなんか起動するとすっげえ時間かかりますからね。ほら、こう出てくるまでが遅いんです、アイテムがね。で、まあ、ここら辺はダウンロードソフトとか入ってますけども、結構表示に時間かかりますね。で、起動、スマブラの起動なんかすごい時間かかりますよ。まあ、発色はこれはどれ一番明るいやつか、一番明るいやつで設定してますね。うん、一番明るくてこの感じです。 あとタッチペンがねすぐなくなるんですよ3DS のタッチペン、なんて全部共通ですけどね、ここら辺も共通なんですけども、タッチペンなくしやすいんですよね。なんかすぐ抜けるようになってくるんですよ。これはちょっと別のメーカーのやつなんですけど、任天堂純正じゃないやつでこうやって伸ばせるっていうね、そういうタッチペン、 3DS 用のタッチペン買いました。これが非常に使い心地がいいですね。で、このストラップ何使ってんのこれってなるんですけども、実はこれこのスライドパッド用のやつ、 なんていうんですかね、スライドパッドキャップみたいなっていうんですかね、それがついてたんですけども、実は2週間ぐらい前に取れちゃいまして、このここがね、ここが折れちゃったんですよ。で、取れちゃったんで、ストラップ今ただストラップ紐だけしかついてないんですけどね、こう折れちゃったからつけられない。で、これは何かっていうと、これ取るとこのスライドパッドを覆いかぶすことができるんですね。これで操作性、グリップ力が上がるというやつです。うん、非常に動かしやすくなるね、まあ、そういうやつ、これをつけてました。で、ニュー 3DS LL ですね、まあ、こうハードスロット位置が変わったと。で、タッチペンがねこういう形状になったと。すごいなんか斜めっていう感じですね。なぜかというと、実はここの裏の部分っていうのは取り外せるんですね。こうやってパッパッって爪で引っかかってるだけ で、ここにドライバープラスドライバーで開けれるようになってて、これ回してこれパカッて開けるとこう開くんですね、この部分が。それ用にこのタッチペン、うん、こういう形になってます。これ剥がしても大丈夫なようにタッチペンがね、こういう形状になってるということですよ。うん。非常に綺麗だ。まあ結局だからこんだけここら辺をね紹介してながら、結局一番これを綺麗だって言ってるだけですけど、もうちょっとねこの柄をちょっともう一回お見せしましょうよ。こういう感じですね。リンクが一番目立つっていうね、マリオよりも。あとピット君の羽結構目立つね。うん。カービィ、モラビト、サムス、ピット、ピカチュウ、マルス、なんだっけ、ボクサーのやつ、ジョーやったっけ。と、ロゼッタ、ヨシですね。キャプテンファルコンはここにいないと。キャプテンファルコン入れといてほしいですよね。まあ、この柄。じゃあ次回はですね、周辺機器をね紹介していきましょう。こちらと一緒に買った周辺機器をねちょっと紹介していきましょう。これ。うん。操作性を向上させる3DS LL 用スライドパッドカバーというやつです、はい、続いて買ったのはこちらですね。今回の液晶保護フィルムはこちらにしました。サイバーガジェットの、ブルーライトを効果的に塞ぐ、目の負担を和らげる
3DSLL 用液晶フィルム高カット率タイプというやつですね。ニュース3DSLL のニュース3DSLL 用のこのケース、ポリカーボネートケースですね、ニュース3DSLL 対応軽量薄型保護ケースというと、透明性の高いというやつをね買いました。